おはようございます。11月7日ですね。気温が 17.3、17.8、湿度 52%、 室温が 23.7 で、湿度 33% ですね。多分今日もエアコンはなしでいけると思います。はい、今日は静かな夜、静かな夜、マンデリンベースのブレンドです。はい、今日の質問ですね。アバカの話です。おはようございます。先日フラワードリッパーとアバカがアバカプラスの組み合わせで入れたところ、コーヒーオイルが浮いていました。ペーパーが薄いからなのか、繊維の材質の割合が違うからなのか、正確に言うと、まあ僕が大体あれですよね、説明不足ではありましたよね。松屋式の前提で話しているんで、いけなかったんですけど、実を言うと、オイルが通る条件というのはあります。つまりどういうことかというと、コーヒーのオイルが通るためには物理的な刺激を与えた時にはオイルが通るんですね。実を言うと、アポロ君みたいに減圧して引っ張るっていう方法もオイルが通ります。ペーパーというのは水と油の反発力以上の力で引っ張る、もしくは押し込むと、オイルは通るんですね。つまり、多分こちらの方は攪拌をかける技法かなんかで、抽出したと思うんですけど、攪拌をかけるということは物理的な刺激がかかった時にはだいたい水でいうと、水の高さがだいたい25、6センチの時に油が通り始めるんで、勢いのある、攪拌をかけた場合はオイルは通りますね。もともと僕は、松屋式という、粉を動かさないという技法を使うので、その方法ではオイルが通りませんということなんで、ちょっと、言葉足らずでしたね。アバカの、ペーパーはオイルが通りませんというのは、もともとがどういうことかというと、水がついた、紙というのは油を通さなくなるんですけど、それは油を通さないというのは実は言うと大前提が力がかかってない状態では油が通らないんですね。圧力をかけると油でも何でも通り始めるんですよ。だから例えば、エスプレッソで、フィルターのところに紙を引く状態でエスプレッソを、やった場合は紙があっても油が通るんですね。それは何かというと圧力がかかるからなんですよ。でそれと同じように、攪拌をかけるお湯のかけ方って圧力がかかるんで、紙の隙間というかを、油が通り始めるんですね。だからこちらの方が言ってるように、攪拌をかけた場合は油は通ります。その時に、フィルターが薄かったりなんかした方が通りやすいですかねというのは、多分通りやすいと思います。これは正しいとは思いますよね。ただこの薄いペーパーの場合だと油も通るけど微粉も通りやすいっちゅう弱点はありますよね。だから攪拌をかけた場合は微粉も通って粉っぽいようなコーヒーになる可能性もありますけどね。だからある意味こうあれですよね、僕の説明は良くなかったですね。昨日のアバカは油が通るか通らないかっていうのを通りませんと言ったのは、条件が松屋式の粉が動かない状態で、お湯を通過させる方法の場合は通りませんというのが本来は正しい、説明の仕方であって、通常の攪拌をかけた場合は通る可能性もあるし、もっと言うと波打ち際理論を使った場合は油が通りますよね。
つまり油を通す技法、松屋敷でも油を通す技法も、存在するので、この場合にアバカーは油が通りませんというふうに言うこと自体は、あまり正しくはなかったですね。はい、それでは蒸らしに入ります。はい、1分ですね。今日もどちらかというと、太めのお湯を使った蒸らしをやっております。今日の、質問の、フラワードリッパーとアバカプラス、アバカプラスっていうのを、僕も知らないんですけど、多分、アバカのあれなんでしょうね、ペーパーの、一つの種類なんですよね、多分そうだと思いますけど、これがアバカプラスと普通のアバカの、ペーパーが違いがあるかどうか、実は言うと、調べてみないと分かんないですけど、このアバカプラスのが例えば紙が軽いとか、紙の厚さというのは重さで判断するのが一番適当かなと思うので、多分普通の、ペーパーと比べて、重さが、何グラム違うかを、調べれば紙の薄さは決まってくると思うんですけど、それによって紙が薄ければ薄いほど当然、ここでいう、物理的な刺激を与えた時の油は通りやすくはなりますよね。ただこれがそういうタイプの、ペーパーかどうかはちょっとわからないんで、調べないとわからないです。ただ今回の質問の、オイルが通るのはという話に関しては、多分、僕の予想としては攪拌をかけた技法を使われたんだろうと思います。つまりお湯をどちらかというと、うちがやる松屋敷みたいに粉を、蒸らしをしっかりとって、コーヒーの粉が動かない状態でお湯をこう上から下に抜くようなタイプの抽出方法ではなくて、今時のサードウェーブ系の人たちのように粉を細かくしておいて、お湯をこうザブザブザブっと入れる、攪拌をかけるタイプですよね。ああいう入れ方をするとコーヒーの粉は動きますし、お湯が物理的な刺激がかかるので、当然、ペーパーの面に対してはやっぱり力がかかるんですね。その力がかかると、水と油の反発力よりも強い力がかかると、油が通り始めるというふうにはなります。ただできればこの浮く油が通らないように、多分抽出した方が、
コーヒーは美味しくなるとは思います。つまり、浮く油というのは、まあ、昔の、まあ、ネルドリップの人たちは浮く油を出さないんですけど、それは何かというと浮く油じゃなくてオイル感だけ出すとこが、どちらかというと、まあ、味噌だったんですね。つまりオイル感というのは結局、浮くような油ではないので、浮くような油が出るようになったら大体練るというのはもう、ろ過する、装置としてはもう、ダメっちゅうことだったんですね。だからそういう意味合いで言うと浮く油は出さないように、オイル感だけ出すぐらいにしておいた方がコーヒーは美味しくなるんじゃないのかなというふうに思うので、頑張ってですね、浮く油が出ないような今の入れ方でいいですから、今の入れ方で浮く油が出ないようなオイル感だけを出すような、感じでコーヒーが立てれるようになるともっと、美味しいコーヒーが作れると思います。だから今の、フラワードリッパーと、アバカプラスというのを使って、それを挑戦したら多分コーヒーのレベルが一気に上がるんじゃないかなというふうには思いますよね。だからまあある意味あれですよね、この完全に棒の説明不足ではあったなというふうに、つまりアバカがまあ油が通るかどうかっていう話よりも、まあ大前提が松屋式ってっていうので僕が頭の中で、やってたんで、これは普通に松屋式をやらない人からすると、いやそんなことないよ、油通るよ、通ったよっていうのはそれはごもっともと思いましたね。うん、だからここはやっぱ松屋式というものでのことですっていうことをやっぱ、言わなきゃいかんかったですよね。うん、ただこう人間おかしなもんで、自分がまあ松屋式をまあ中心にやってると、なんか松屋式もうすべてもう松屋式として喋っちゃって、普通の人が松屋式をやってないことを忘れちゃうっていうところがいけないですよね。すべての人が松屋式をやるわけじゃないんで、もうちょっと、他の入れ方の人にも、理解できるように説明をしなきゃいかんかったなというふうには今回はちょっと反省しましたね。ただまあ今回の質問はすごくいい質問だなと僕の中では良かったなと思いましたね。うん、こういう質問はもうとにかくすぐに、話をしたいなと思ってわざわざ、プリントアウトして、出してみました。今あれですね、流行り冬ギフトの方、じゃんじゃん PR しております。10月15日までですかね、が一応、10% オフの、期間になっております。で、来週の水曜日は木山人さんがこの流行り 冬ギフトの焙煎をやる予定になっておりますので、それもですね、どんな感じで焙煎したものがこんな感じで、コーヒーとして、
出るんだというふうに、まあ、ちょっと、興味あったらですね、今度の水曜日、コーヒープロ TV の方で、見てもらえるといいなと。この焙煎でこの味が出るんだというふうに、まあ、納得してもらえるかなというふうには思いますね。久しぶりに静かな夜を飲みましたね。なんでこの頃静かな夜を飲まないかというと、簡単に言うとマンデリンが高いからですね。なりたけ、高い豆を使いたくないというのが理由で、マンデリン系の豆をあんまりコーヒーつつでなかったんですけど、今日はたまたまストッカーの豆が、静かな夜が少なかったんで、これ使っちゃおうと思って、使いました。はい、ということで今日はここまでにします。